フェロー諸島で2003年に発行された郵便切手。フェンリルに倒されるオーディンの奥に描かれたスルト。アンカー・エリ・ペーター戦による。スルトは北欧神話に登場する巨人。名前は黒または黒いものの意。エッタ古代北欧歌謡集ラグナロクでは、ムスペルの一族を率いてアスガルドを襲撃し、世界を焼き尽くすとされている。 スルトがどのように生まれたのかは不明である。スノーリのエッタ第一部、ギルビタブラカシ第四章で語られるところでは、ムスペルヘームの入り口を守る炎の巨人で、世界にまだムスペルヘームとニブルヘームしかなかった時代から存在し、ムスペルヘームの国境を守っていた。炎の剣を持っており、最後まで生き残りすべてを焼き尽くすという。コエッタの巫女の予言では、 ラグナロクの描写まで彼の名は出てこない。また下の巨人のように神々と絡んで活躍することもない。しかし、剣の記述は、ギルビタブラカシには見られるものの、巫女の予言では、枝の破滅を持ってくるとされている。いずれにせよ彼は、ラグナロクの時、神々と巨人との戦場に現れ、鹿の角で戦うフレーを倒す。巫女の予言にも、スルトの描写の直後に、 太陽のように輝く剣への言及がある。通常はこの剣が炎の剣だと解釈されている。しかし、アイスランドの研究者、シーグルズル・ノルダルはその著書ベロスパにおいて、この輝く剣はかつてフレイが妻をめとる際に手放した剣であり、スルトが持ってくるのは炎とフレイの剣の二つだと遂行している。ノルダルはさらに失われた伝承として昔話でよくある。 だけがを殺しうるというパターンが触れと、その剣にもあったのではないかという推測を述べている。巫女の予言にはまた、スルトの親族が胎児を飲み込むという文章がある。この、スルトの親族については、ユグドラシルを飲み込まんばかりに大口を開けて迫る、狼オオフェンディルだとも、自らが世界中に放った日によってスルトがどうなったかは、不明であるが、スノーリノエッタ第一部。 ギルビタブラカシで挙げられた生存者の中には彼の名はない。ラグナロクの日に神々と戦う軍勢にはムスペルノコラと呼ばれる一団が含まれる。ギルビタブラカシ第51章には天を裂きつつ馬を飼って現れるムスペルノコラの戦闘に前後を炎に包まれたスルトがいるとされる。しかしこのムスペルは巫女の予言においては カシンロキが火事を取るナグルファルの船に乗って東から攻めてくるとされ、南からやってくるとされるスルトと別行動をとっている。ムスペルの名は、コエッタの、ロキの口論第四第42節にも見える。フレーがミルクビズを越えて現れる、ムスペルの子らと戦うことが語られるが、この部分に、スルトの名は出てこない。前述の炎の剣は、コエッタの、スビプダーグの歌の後半を構成する。 フヨルスビズルの言葉に登場する剣、霊馬庭園と同一視されることがある。この歌にはまた、スルトの妻とされるシンモラの名も見える。シンモラは窮屈の鍵をかけたレイギャルンの箱に収められた霊馬庭園を預かっているとされる。ジョン・チャールズ・ダルマンが描いたスルト・スルト推しなどで描写した詩人はそこにアイスランドの各地で見られる噴火活動への強い、 印象を反映させただろうと多くの研究者は見ている。アイスランドへ入植して、初めて火山爆発を見た時にするとという巨人が想定されたとも、また、入植以前からするとという炎の巨人のリーダーは想定されていたが、火山活動が今知られるようなイメージを彼に与えたとも考えられている。ありがとうございます。